はい、遠野江です。それでは今日は、イキャン精神の大切さと題してお話をいたします。でこれは、行動に移るためにとても大事な考え方なんですね。昨日私は、生涯現役を初心者から始めるためにどうしたらいいのかという、まあ、あ簡単な ノウハウをお話しいたしました。で、ノウハウを知った後に必ずこれを言っておかなければいけないことというのが今日の内容になります。まあ、つまり、夢を夢で終わらせないために必要なことですし、絵に描いた餅で終わらせないためにやっておかなければいけないことということになるわけですね。まあ、それは、 他でもない行動するという問題なんです。つまり生涯現役をするときに、その大きな障害になりうるのはこの行動の壁なんですね。だからよく知っていてもその後行動に移せない、あるいは行動を続けられない、こういう問題、これを解かなければ生涯現役をやってのけることはできないわけです。 で、もちろん、まず知るということは大事なんですね。まずは全て知識から入っていく。知は力なりですから。ですから、あーまあ生涯現役なら生涯現役をやりたいと思われた方は、私の動画をご覧くださればですね、それはノウハウがだんだんと溜まっていくと思います。ただ、その次の段階ですね、行動するというときに、 これがなかなかできなくてですね。まあ一日伸ばしにしていったり、あるいは慎重な方であれば、もう少し様子を見ようと。もうちょっと、あと2、3年の様子勉強してからにしようとかですね。まあこういうことを考えやすいわけです。ただ、これ安全策なようでいて、全然安全じゃないわけですね。なぜ安全じゃないかというと、人生の残り時間がどんどん少なくなるという、 この最大のリスクを抱えているからなんです。我々の人生は有限ですから。そして、熟年に入れば、その現役でやれる、元気にやれる時間というのがどんどん短くなっていきますよね。で、まあ、例えば私、40を超え始めたからですね、もう今が前世だと思った方がいいと思います。もちろん、知識的にはどんどんとまだまだ重厚になっていきますけど、 体力とか気力とか、こういったものを含めて考えれば、40過ぎたらもう今が全盛で、この前盛の一番いいところを使わないと、すごくもったいないことになる。どんどんこの残っていく、な、別に60、70になってからもう生涯現役スタートは可能ですけど、でも離陸するときには、一番大きな気力、体力がいるわけですね。だからそういう意味で、 一日も早く行動するということが大事になってくるわけなんです。で、行動する時には、まあ、例えと言えば、ちょっと飛ぶという、こういうことが必要になると思っています。つまり、やってみないとわからないものが残るわけですね。生涯現役で、えー、例えば物販を始めてみよう。初めてやる。初めてのことって勇気がいりますよね。 えー、例えば私が、あー、この YouTube をやるのも、まあやっぱり勇気はいりました。やり始めたらずっとコンテンツが続くのかどうかわからないし、まあ、ちゃんとこうやって動画を撮れるかどうかもわかってなかったので、その時飛ぶということが必要なんですね。何事においてもそうです。でも、その飛ぶというのは、なんか空を飛ぶような体、体操なものではないんですね。むしろなんか、 1>, 1メーター50センチぐらいのこの崖と崖の間、下は断崖なんでしょうが、崖と崖の間を飛ぶというような、まあ、こういうイメージなんです。だから、ね、飛べば向こうに行けるわけですね。案ずるよりは産むが安しなんです。ただ、飛ぶということについて一種のリスクがあるし、心理的な抵抗が出るので、なかなか行動に踏み切れないという方は後を絶たないわけです。 その時に、とっても使えるパワーになるのがこの I can という言葉なんですね。でこの I can という言葉には魔法の力があると言われているわけです。例えば、オバマ大統領はですね、この I can という言葉で大統領になった人なんですね。それほど政治的な基盤が強かった人ではなかったと。スピーチは上手かったけれども、 政治力についてはそれほどの実績はなかった。ところが彼は I can! この言葉を出したわけですね。私にはできると。そして You can! あなた方にもできる。We can! だから我々にできるんだと言ってですね。まああの人はネットを使って、えー、寄付をどんどん集めていって、まあそういう、いわゆる DRM 手法と言ってですね、昨日喋りましたけど、 うん、ダイレクトレスポンスマーケティングのネットの手法によって、まあ、大統領までになった人ですけども、この I can の力で、えー、彼を後押ししていったわけです。で、なぜこの I can という言葉が力になるのかというと、これは潜在意識が働き始めるからなんですね。 人間の心というのは10%の表面意識と90%の,この潜在意識でできているということが分かっていますで実際に我々の運命を決めるのは潜在意識の方であるとでこの潜在意識に「I can」という,こうネガティブなポジティブなごめんなさいポジティブな言葉が入るとこれで人生をどん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 こう動力のように動かしていくことができるわけですね。 で潜在意識というのはシンプルな言葉を繰り返し繰り返し入れることによって中に浸透していきます。あんまり複雑なことを言うと潜在意識はわからなくなるんですね。だから潜在意識のことを気のいいうんちゃんに例えたりします。タクシーの運転手ですね。だからタクシーのうんちゃんには目的地を明確に伝える必要がありますよね。銀座に行ってくださいと。 その時、ややこしいことを言うと分からなくなります。銀座に行くんですけど、ちょっとあの、新宿あたりも通って、ちょっと青山にも用事があるしなぁなんて言い始めると、え、どこ行ったらいいんですかっていうことで、タクシーの運転手は迷いますよね。だから、目的地を結論をはっきり言うわけです。潜在意識は結論しか受け取らないという、こういう特徴があるわけですね。だから、I can! というような、この一言で、 明確にシンプルに自分の中にポジティブなワードを入れていく必要があるわけです。で、この I can を使うときの秘訣というのがあって、まあ、今言ったようにシンプルにまずできるという心構えを作ることが大事なんですね。心の構えです。アメリカのこのニューソート系の学問で、 え、いわゆる心構えが物事を実現するときに一番大事だということが分かっています。心の構えですね。だから何でもそうですけど、構えが悪かったらそもそも打てないわけです。野球でもやっぱり構えが悪かったら打てない。ボクシングでも構えが悪かったら勝てない。だから自己実現でも心構えが悪かったらそもそも勝てない。 こういうことですね。その心構えが、この I can というポジティブな構え方を作っていくことが大事になるわけです。だから、まずは I can。で、考えるのはその後というふうに言われてるわけですね。どうしたらいいのかよくわからないから、できるかどうかわからないじゃないかというのが、まあ、いわゆる頭のいい人は割と考えやすいことですけど、そうじゃなくて、 どうするかが分かってなくても、まずは I can でいいんです。なんか知らんけど、できそうな気がすると。私はできる。こういうふうに暗示をかけて、それからやっていった方がうまくいく。これはアスリートの世界なんかでももう実績が証明されてますねえ。走ってみないと分からないんだけど、まず I can。私はできる。というイメージトレーニングをすることによって、素晴らしい世界記録が出たりしているわけです。まあそういうことなんで、 このアイキャン精神というのが行動を起こすときに極めて重要だし、行動をやり続ける、やってのけるときにも極めて重要で、教えとしては簡単ですよね。アイキャンというのを繰り返せばいいだけですから。ただ、これには実習のコツがあるというふうに思っています。で、それを今からお話しするわけですけど、アイキャン精神を自分の中に入れていくのに、 私がやってみて、一番効果があると思えるのは、家の中で歩きながら、I can, I can, I can と繰り返すことなんですね。まあこれを室内商用と私は呼んでますけど、部屋の中を歩きながら、ね、ものを考えたりするから、室内商用。哲学で商用学派っていうアリストテレスなんかの一派がありましたけど、まあそれと同じで、家の中を歩きながら、 で、哲学するんじゃなくて、こ、今回は、I can というのを入れていくわけです。で、なんで家の中で歩くていいかというと、外歩きながらこの練習できないからですね。公園歩きながら、声に出して、I can, I can ってやったら、なんか変な人だと思われるじゃないですか。だから、心置きなく練習するには、家の中が一番いいと思います。で、歩きながら、I can, I can, I can, I c a n て口に出して、で、自分にも聞かせていけばいいわけです。なんで歩きながらやるといいかというと、この歩くという行為そのものがすでにもう行動を象徴してるからですね。この机に座って考えているだけだとなんか動かないっていうイメージになるじゃないですか。でも歩くということ自体がもうすでに行動で移動してるので、 この歩く行動の中で I can と入れることによって、より行動の遺伝子が入るというふうに思っています。まあ実感レベルですね。で、その時に、ちゃんと声に出して言うべきだし、あの、つぶやく者の,の声は成就しないという、こういう言葉が、こう教えがあるわけですね。だから I can, I can とつぶやいてるだけだと弱いんで、ちゃんと I can, I can とやるべきだし、 今やってるように、アクションもつけた方が深く入りますで。そのアクションで一番いいと思えるのは、この両方に拳を握って、そして I can, I can, とやることなんですね、まあ。つまりこれはファイティングポーズなわけですよ。うん、I can. だから自分の弱さと戦う。もうダメかもしれないと思う気持ちと戦う。 そういう時に、殿下の宝刀のように使えるパワーを今入れようとしてるわけだから。だからこうやって、I can, I can というのがいいと思います。まあ、片方でこうやるっていうのもやっていましたけど、ちょっとやっぱり弱くて、やっぱり両方ですね。一番いいのは。だからこう、I can, I can と両手に拳を固めながら繰り返しやっていく。で、どれぐらいやったらいいのかというとですね、まあ、やりたいだけやるのがいいんですけど、 一回や二回では足りないわけですね。もう繰り返さないと仙台式には入らないんで。だから何回とは特に言いませんけど、結構繰り返し繰り返しやります。I can, I can. そして、その時の一つのポイントは、この腹渡に、腹にまで染み渡るように I can って言っていくのはコツなんですね。腹渡というのは、成、ま、果、あ、丹田と言って、まあ、ここの腹が座ってると、 物事に動じないと言われているところですね。のへのヘソヒササのところです。ここですね。この部分です。だからこの部分に、I can, I can という形で入れていくと、この、いざという時に使える力になってくるというふうに思えるわけです。つまり、生涯現役をしている時に、やっぱり逆境というのは必ず来ると思ってください。もうダメかもしれない。思った通りうまくいかない。 もうやめようか。思う時がきっと来るでしょう。その時に使えるためにはですね、もう頭で考えてる程度では使えないんですね、えー。もう胸に入ってる程度でも使えないと思います。腹にまで入ってる。明治維新で男子鉄腸を練るという言葉があったんです。獅子たちがですね。つまり鉄の腸を練る。腸っていうのはちょうど腹渡のとこですね。だから彼らは知ってたわけです。つまり、 もう新選組にやられるかもしれないというふうな命がけで戦うときに、この腹渡りまで入ってなかったら使い物にならないと。だから鉄腸、腸が鉄のように強くなるまで寝ると言ってた。これがこのアイキャン精神にも使えるわけですね。で、えー、まあ、あの、どういう感じにこの腹渡りに入るとどうなるかというとですね、まあなんかもう無意識に体から動いていく感じになります。 この間、堀口教授という世界的な格闘家、総合格闘家が、まあ、ちょっとあの、隠したと思える若手に、KO で負けるという試合があったんですね。ただ私は非常に感心したのは、この堀口教授の負け方が素晴らしかった。つまり彼は、あの、いつもの通り、パンチを打って倒そうと思ったら、なぜか狙いすました相手のカウンターパンチを受けるわけですね。 で、これで、ぐらっと来て、そこから1分間にわたって爪に詰められて最後、KO されるんですけど、後で彼自身、堀口教授が言ってるとこによると、一発カウンターで撃たれた瞬間、意識はもう飛んでたらしいんです。意識失ってたらしいんです。ところが、あテレビを見てると、その後1分間ぐらい、堀口教授は逃げ回りながら、逆に逆襲しようとしたし、受けようとしたし、いろんなことをやりながら、最後捕まってるんですね。 つまり1分間彼はリングを回りながら無意識に体を動いてるわけです。でこれはさすがに一流のアスリートだと思いましたで。これが私は腹渡りまでその精神が入ってる人の動きだと思うんです。彼はその格闘技の絶対に勝つというこういう気持ちが腹渡りに入ってたからもう意識は飛んでるのに体は動いた。我々はアイキャン精神を腹渡りまで入れてもうダメかもしれないと思う時 この逆境の中でも使えるようにしておく。いつも逆境はないですよ。逆境に来るのはほんの玉でしょうが、しかしその時に使えなかったら意味はないわけですから。だから繰り返しますが、腹渡ねまで入れないといけない。だから室内を練り歩きながら、ちゃんと言葉に出して、アクションもつけながら、ぐっ、ぐっとこう、落とし込んでいく。こういう感じで実習されるのがおすすめです。 でよく、まあ、私、セメランなんかで教えたり、塾で教えたりするときにです、ねえーあの、変化技、自分なりの自己流をすぐやろうという方が結構出るんですけど、まあ、質問でもあの、じゃあ、ちょっと声に出してやるのは恥ずかしいので、電車に乗ってるときなんかにあの、心の中で言ってもいいですかとかね、あるいはこの台所で料理をしてるときに、 小さく心の中でつぶやくように打っていいですかっていいんですよ全部ね全部そういうふうに応用はいくらでもしてもらっていいんですけどただ基礎練をする時はちゃんと型通りにやった方が力が出ると思います伸びると思います私も先度やってみてこのやり方が一番いいということで一応ある程度の実証をしてますからまあそういうふうに思って聞いていただければ幸いです で、もちろん、この ICAN の練習をしていくわけですけど、あの、この ICAN の練習だけで終始していいということじゃないです。昨日言ったように、生涯現役をするための具体的な行動に移すときに、この ICAN という練習をした上で行動に移しましょうと言ってますから、その後実際の行動に移さないといけないわけです。もちろん、この行動はですね、昨日話したように、 まあ、ある程度基本的な方向性はお話ししましたけど、まあ、本当にやろうと思ったら具体的な作戦を考えなきゃいけないでしょう。その時は考えてください。何をすべきなのか。だけど足がすくんで動けないということであってはいけないので、常にアイキャン精神を基礎練習としてやっておいてください。これは行動を起こす時にも、それから行動を続ける時にも、もうダメだと思った時に 乗り越えていくときにも、実に極めて力になる、こういう考え方、こういう宝物、こういう魔法ですから、ぜひマスターしてみてください。えー、今日は以上です。最後までお聞きくださって、本当にありがとうございました。